下立シネマ1は、かつて、茨城県下立市田中長平192-2に、あった、映画館。旧称は、下立第一劇場。建物は2019年現在も現存している。JR 下立駅から徒歩3分、筑生市役所から徒歩2分という高立地で、利便性が高く、筑生市が、各種ドラマや、映画のロケ地として運用している。 下立第一劇場が茨城県から工業許可を受けたのは1956年12月17日のことである。1960年時点ではすでに下立第一劇場として営業していた。1977年7月30日には下立映画劇場、下立ミラノ座も営業許可を受けた。1980年時点では 下立第一劇場という名称だったが、1990年時点では、下立シネマ1という名称だった。2000年時点ではまだ映画館として営業しており、同年の下立市には、下立シネマ1の他に下立シネマズシアター K4 館が存在していた。下立シネマズシアターは、下立シネマ1から道路を挟んで北西の端向かいに、あった。ありがとうございます。